さあ参ります。ちょっとよくわからない洞窟で、ま、迷子とまでは言わんけど洞窟に来ております。はい、まあ別に全然楽勝なんで、全然雑魚戦やりながらダラダラと探索するのは構わないんですけど、なんかあるんやろね多分。ただ風の秘密とは関係なさそうな気もするのよな。この、ま、中に巫女がいてみたいな、そんな感じはしないですよね。何をしに来てるのかがわからない状況でうろうろしている。宝箱、おい、まあいい腕試しじゃ。どんどんあの雑魚の武将も来よるから、まあお金も貯めて一石二鳥。あ、結構これ最深部って感じかな。ここが割と深いところまで来たような気がしますけど、どうやろう。ナイス。もう一個ぐらいレベル上がらんかな。よし、小石、あ、なんか音鳴った。小石ってことは火薬か。火薬、そや絶対そうや。火薬を、そや火薬いるっつってたもん。その小石やろ、あれや、あそこの岩を潰すための火薬や。ちょっと待って、火薬、分かった、思い出した。火薬と100万の弓と風を吹かす、この3つや、解決しなあかんのは。今、多分、小石が手に入ったから、これで爆弾みたいなのを作るんや。多分、なんかどっかで取ってこいとか言われてたんやろな、これ。多分。そういうことですよね。ほらほら、さあさあ、もっとお金をくれよ。これ一応宿地の術みたいな、宿地の刑で変えることはできはするんすけど、まあ別に雑魚戦楽しいから、ちょっと宝箱でも探しながらダラダラ帰りましょうかね。あの、まあ、もちろんその全部を探索するとかそういうことはしないけど、適当に帰ります。なんか武将もたまに出会うから楽しいし、出会いたいよな。また白馬消えてる。あ、違うか。総攻撃やってるから白馬消えてるだけや。赤心丹落としてた。いらねえ。銅仙丹欲しい。300ぐらい回復してるんすかね、銅仙丹。まあでも結局アイテムよりやっぱ、計略が重要っすよね。どう戦うか、どう回復して、誰でアタック行くかみたいなことが重要になってくる感じ。どこを削るかとかね。来た、超いいんやと、酵素や。ほら、酵素ドリンク、こら。なかなかやる。そう、この、まだ HP がある状態では、なかなかやりよるんで、ほんま言うと、マジでボス戦やるんやったら、兵士は無視ですよ。もう、状況的には。何よりもその酵素とかの HP を削るのが先やからね。 OK、 カウン今487になったから一回使ってみよう。調べなかった。あ、超温泉届かず。あ、超飛線いった。よし、円遁の刑を覚えた。隠れる感じがするな、なんとなくですけど。銅線の刑、カウンは全開するわ。え、全然結構
結構な回復量やわ。え、消費もやってみようか。消費1000超えたんで。で、めちゃくちゃ回復量上がった。これもう圧倒的なパワー手に入れたんじゃないの。負ける気がしねえ。しかもそれをおそらく諸葛亮が使ったらもっとですよね。嬉しい。というかこんなにあれやな、おもろいな。戦闘中にね、あ、出た。戦闘中の画面で諸葛亮って出てるじゃないですか。そやのにここで思いっきり孔明って出てる。他にいないですね、そんなやつ。まあ、いいけど。来た、冠水と旅行。旅行中やね、これ。あ、冠水はでもね、得意な陣形、地形におるね、冠水は。いや、行くね、行くね。結構減ったね、一撃で。あ、行くね。完遂。はい、ミッション完遂。それが言いたかっただけ。船はじゃあやっぱりあの乗るんかね、向こうサイドのあのお城の上から。そういうことなんかね。はい、王さん、王さん称号の王さん。やめろこら。シーシー、聞いた。めちゃくちゃ聞いてる、めちゃくちゃ聞いてる。よし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 、のけやこら。白一回帰ろうか。白一回帰ろう。もう一周回った感じやから。でもいやーに弓矢の情報は全然ないな。ちょっと城で一回民家回らせてください。民家を無視してるけど、民家に情報があったのかもしれないのよ。なんもないやろと高くくって無視してるから。Thank you。 一応見といた方がええよね。俺おった。細胞を倒して総軍の軍需物資を奪ってしまう。こいつは一石二鳥。あ、そういうことか。細胞を倒してそこに弓矢があるってことや。なるほど。だからまずはやっぱり火薬や、一番は。オッケーオッケーオッケー。それは確かにありやな。めんどくさいけどこう誰かおるかもしれんから、こう見た方がいいっすね。ほら、おったおったおった。この城の北東にある洞窟に行けば小石の一つや二つは見つけるでしょ。ほら、言ってる言ってる言ってる。この情報を得とけばよかったんや。よわー、危な。いや、なんもないと思い込みすぎてたわ。火薬を持っているか、わしは持っとらんよ。なんかこいつ止まっとるから怪しいんすけど。え、小石で火薬やってくれへんのかな。火薬っていうアイテムがいるのか、小石だけで済むのか、ちょっと相談してみるか。弓矢のことはな。風ね、風はまあまあ。細胞、これや。取らへんね。まあまあまあ、どうしよう。東の小さな島に行くために船出してもらえるんかどうかわからないけど、船着き場が多分現状ここしかない。あ、行けるか、行けたか。東行け。すっごい北行く。むちゃくちゃ無視してるやん。航路航路東って言ったよ。あ、まあでも東も行ってるか。あ、行ってるか行ってるか行ってるか。あ、日本や、日本、日本や。あ、日本や。あ、東の国って日本なんや。はあ、
おお、ジパング。うわ、なんかバカにされてんな。こんな家しかなかったやろ的な。なんかバカにされてるよこれ。誰もおらへんし。嬉しいね。でも聖なる山は聖なる心を持つ者のみが登ることができると聞きます。卑弥呼様以外の誰も登ったことはありません。あ、姫巫女、卑弥呼か。聖なる山に登るのだけおやめください。危険すぎます。絶対登るってことやん。RPG 用語では絶対登れということです。あの、まあまあ敵強いから気ぃつけていけってことです。卑弥呼様は北にある聖なる山におられます。そりゃそりゃ卑弥呼に秘術を学ぶんや。それや。金取んのかよ。オッケー。巫女、ああ、卑弥呼様のことですね。そういえば最近見かけませんね。風の吹かせ方、はい、この国では風を自由に操ることができます。聞いたことないですそんなこと。そんなこと聞いたことないですけど、まあまあ、聖なる山に行くためにこの国の女王卑弥呼様だけが風を自由に操ることができる。いえ、誰もおらんな。角度、入り口の角度、これ誰もおらん、誰もおらん。座布団だけ、入り口の角度、これ斜めの角度。聖なる山行こうか。ほな、まあ装備とかもそんなないしね。とりあえず聖なる山って要は富士山のことか。これどこなんや。これ琵琶湖かな。今日本に降り立ったわけやから琵琶湖だとしてもおかしくはないが、でも形はちょっと違うような気もする。これか聖なる山。日本ってこんなんか。なんか全然違うような気がするんだけど、もうちょっと寄せろよ。たびたび結構ヤマトとかヤワトとかジパングとか出てくるんですけど、まあまあ寄せてある感じするけど全然違うぞこれ。これか。合ってんのかな。今登山道っぽいけどね今んとこ。いけど、あーやっぱりここや。うわ急にこれ急に山これなんかファイナルファンタジーチックなこの山の作りですね。急に FF3、4、5 的な。頑張っていこうか。結構あれやな、宝箱はあるんすね。あえて遠回りしてみる。あー宝箱結構置いてんね。さっきの洞窟よりも置いてる感じか。なんか凝ったるなーって感じはしますよ。滝みたいなのがあったりとか凝ってるなー。僕もなんか専用やん。石神丹山専用、こだわりを感じますよ。あいやー、おらー、よし、ドゥ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 。基本登っていくんですよね方向としては。まあ雑魚はめちゃくちゃ弱いんで、何の問題もないです。むしろまあレベル上げさせてもらってありがとうってなもんで、武将が出てきたら多少ダメージ食らうこともあるかなーぐらいですね現状は。銅先端、はい、ありがとうございます。銅先端はちょっと嬉しい。
赤身の術と比べて多分多少MP、SP かを使う量は増えてるとは思うので、多少というか結構増えてんじゃないかな、回復量多いから。なのでまあ同先端はあってもいいよね。赤身弾はもうマジいらんけど、使い勝手が、ま、使いどころがマジでわからないです。今経験値9200まで来てる。どんどん進んでるよ、楽しいよ。熱よ熱よ、これもっともっとなんかもっとレベル上げたい。どんどん強くなるこいつらを見ているのが楽しい。どんどん良くなる桜木くんを見ていたい。素晴らしい。長いな、でもダンジョン自体は無駄に活かせますね。ナイス、めっちゃ強い、めちゃくちゃ強い。ちょっと待ってよ、ちょっと一回見せてください。孔明は武力80なんですよね。知力255ですよね。いやいいねんけど、ロシュクが武力105なんよね。兵士数も1400なんよね。じゃあ絶対ロシュクの方がええやんって感じもしてきたな。知力もあるんで軍師を孔明にしてより楽させてもらおうかな。これで良くないかっていうことです。火力、通常火力にしても多分防御というか人数多いんで守りもいいし、で別に多分動線の術使っても回復量も多分孔明並みにあるやろしってことで、孔明いらない説だよね。左行ってみようか。どっちかいうと右に卑弥呼かなって感じはするんですけど、宝箱とかあるんでしょうね、やっぱりね。野営の道具を見つけた。野営の道具でね、1、あーテント的なことかな、コテージとかそういうことかな、全員回復みたいなことですかね、なんとなくですけど。1になったからね、多分そのうち購入できたりするものなんじゃないか。武器とか来おへんね、そこをちょっと期待してるけど、やっぱりあんまりそういうのは置いてないのかな、このゲームは。あまり関係がないといえばそうですもんね。装備そこまでなんていうの、体勢に影響しないっていうのねえ。戦闘を決定づけるようなものではない感じはしますよね。てかまあぬるいので現状はすごく何とも言えないですけど、ドゥ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 、回心弾、回心が出やすくなるとかそういうこと。
ミコ様を探す。これほんまにこんな話はあるんすかね。ちなみに天地を喰らうの中でこの日本に来るみたいな下りってあんのかな。あのもし漫画詳しい方おられたら、このこれはもう本当に漫画の通りなんだよとか教えてください。うわうわうわ、抜けたわ。何やこれ。うわ、曲ボスコブラやキングコブラみたいなやつ。大蛇ってこれヤマタノオロチってことかな。大ヘビー、ヘビ、人を騙し食らうヘビー。これはどうしよう。まあ、でも大蛇削りでいいのかな。え、なんもちょっと思いつかへんけど、火かな。火、豪華の刑、いけ。オロチの兵って何。オロチの兵を175人倒すってどういうこと。うわ強っ。けど削ってる。ヘビの攻撃弱っ。通常のヘビ弱っ。オロチの兵よめっちゃ倒してる。効いてる効いてる、火効いてるわ、めっちゃ効いてる。え、すげえ。これやっぱ弱点なんやろね、火が。効いたっすね。ていうかでもまあそもそもヘビがめちゃくちゃ弱いんやけど。鬼の弱さ、いけ。豪華の刑、大蛇、オロチ。おお、すげえすげえ。よう見たらアイコンがかっこいい。やっぱり多分ヤマタノオロチなんや、あれ。オロチの兵っていう言い方が気になる。兵隊連れとんねん、オロチも。そういう時代やねん。オロチも兵隊連れる時代ですわ。撃ち取った。死んだ死んだ、舌出して死んだ。かわいい。楽勝すぎるやろ、これ。ボスバトルってことかな。信じられへん弱さやぞ。蛇が、蛇が。オッケー。いた、唐突にフィールド上にいた。おお、あなたたちはどうやってこの山に登ってこられたのですか。え、ヤマタノオロチを倒したですって。実は私は1ヶ月前にこの参道に来たのですが、突然現れたオロチに出口を塞がれておりました。1ヶ月もオロチに塞がれてここにいたん。あなたたち命の恩人です。何かお礼をしたいのですが、何分小さな国ですから。え、東南の風、それならばお役に立てると思います。この秘宝の書を差し上げます。東南の風が必要な時、秘宝でもって風を祈れば必ず願いは叶うでしょう。超の秘宝の書を手に入れた、まあ、イベントアイドル。まあこれは風はこれで解決やな、多分。孔明様が秘宝の書を手に取り、風を祈れば必ず願いを叶うでしょう。なんで孔明のこと知ってんねん、お前。なんで孔明のこと知ってて。秘宝の書を孔明に渡しておこうか。気色悪いな。まあええか。オッケー。オッケーか。うわ、また帰んのか。ドゥ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 。いや、まあでも楽しかったっすね。いや、なんか意外やった。オロチ討伐させられるとはね。ヤマタのオロチ討伐させられるとは超意外な展開でしたね。誰も予想してなかったんじゃない、これは。武将がおるとも思わんけど、まさかですね、そういう怪物も、あとオロチも兵隊連れてる時代やな、ほんまに。それなんよ、俺らのやっぱ時代とはちゃうっすわ。やっぱオロチも戦何人や兵隊連れてたで。すごいね。ヘビなんかな、やっぱ後ろに連れてたのヘビの兵隊なんかな。ものすっごいおったで、マジで。これやったらもううにゃ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 、ヘビがもう、のたうってのたうって、あんなとこ入り口で。そら出られへんわな、そら帰れへんわ。4000匹ぐらいヘビおった。すごい。さあさっさと帰ろうぜ。
もうもっと出てこいや、武将待ちですわ。もうこっちは武将の顔が見たいぜ。もっと来いや武将。いやでも楽しみ。なんか早々が9800とかやったんですよね、前出会った時さ、マジでやばかった時。そいつらと戦いてえな。削り切った時気持ちいいやろな。マジで。すごい感動するやろうな。野営の道具は正直あの HP じゃなくて、どちらかというと SP が減った時に回復使ってくって感じですよね。なのでまあよっぽど連戦みたいな状況にならない限り使う場面はないのかなって気はしますけどね。そこまで普段使わんし、まあ雑魚が強くなってきたら別やけど、今のところはって感じでしょ。そんなって感じやし、正直ボス戦やったらカンペイと諸葛亮を入れ替えたら、まあ、回復量とかもかなり確保できるんじゃないかなと思うので、これもう卑弥呼帰ってきてんのかな。一応会いに行こうか。一応顔見に行こうかな。船は来てましたけどね。一応見に行きます。出入り口これ帰ってきてへんのかよ。なんやねん。もうええの、ええの、ほなもうまだいんのかよ。ええか、ええな、ほなもう知らんと思う。え、あ、そうそう、よう、この間違うんで行けますねこれ。まあまあ離れてるけどね。よし、これでまあやることはやったからな。あとはでも一応話だけしといて、もう細胞のところ攻める感じで、いや船乗った時にあっち戻してもらえるかどうかがポイントではありますね、よう考えたら。一応計画としてはもういけてるとは思うんですけどね。これやね、軍需物資集められてっからな。それなら簡単です。あ、セリフかあった。小石と老木の枝さえあればすぐに作れるぞい。はあ、わしはもつどちら持っとらんかな。そういえばこの町に一本だけ老木があったような気がするの。これちゃん、これちゃん、これ ほら一個だけおかしいやん。そういうことか。老木の枝見つけた。お前節穴か。お前の目は後ろにあるやんけ。こいつまで生きりやな。こいつマジこいつ。小石と老木の枝あるある、持ってきた持ってきたって、持ってきたって。はよ、そうそう、ちょちょいのちょいってもんだ。え、もうできたん。そいつならどんな岩でも一発で吹っ飛ぶじゃろ。しゃー、よっしゃー、来た来た来た、よし。え、どうしよう、報告はしていった方がいいですよね多分。まあでもいいか。いや船が来てたからさ、船に乗ったら勝手に行くんじゃないかなって気もするんですよ。これでもしジバング行ったら、ほらジバング行ったらあれやけど、フラグ立ってないけど、こっち行くってことは多分フラグ立ってるってことやと思うねんな。あの岩多分破壊するので間違いないと思うんで、 OK。 じゃあ次回こっから行こう。岩破壊しに行きたいと思います。